ジェンスケさん、こんにちは。雪だね。ジェンスケさん、今日は雪が降ってるよ。あ、久しぶりでございます。ちょっと、更新頻度遅れました。今日はですね、関東が今年2回目の雪ということ、みぞれっぽい雪なんで、ほんと一番嫌なやつなんですけれども、残念ながらジェンスケさん、本日はお散歩行けません。そんな時はですね、久々の登場でございます。ノーズワークマットしましょう、でんちゃん。動画で出すのはもうこれ買ったっきり2回目なんですけれども、普段は結構やってて、暇な時とか散歩が行けない雨続きの日とかはやってたりするんですけど、結構もうボロボロになってきてるんですが、まだまだ使えるということで、今日は早速ですね、でんちゃんノーズワークマットやっていきたいなと思います。本日ノーズワークマットに挑戦していただくお菓子はこちらです。実家の母から送ってきた無添加国産ささみの細切りを細かくちぎってデスクさんに見つけていただきたいなと思います。早速なんか寝癖なんかあれだね。それでは早速やってみましょう。さあ、というわけで早速やっていきましょう。いきますよ、デンさん。いきますよ、待ってよ。はい、あ、違う、目視したらダメ、目視したらダメ。はい、いくよ、いくよ、隠すから、これこれ。はい、よ。いや、ちょっと待って。違う。鼻。目じゃない。じゃ、目じゃない。違う。でんちゃん、ノーズワークマット。そう。じゃあ、フェイントかけるわ。いくよ。ここじゃないし、一旦ここ。あ、じゃあ、くそ。俺が下手くそか。でんちゃん。目隠しよ。よし、どこだ。ここじゃない。ここも入れてない。ここ。さあ、探せ。お、すごい、そう、早い、素晴らしい。じゃあ今度はこの真ん中にしますね。はい、じゃん、ここにあるよ。よし、ここにあります。あ、指さしちゃった。危ない。お、探せ。結構ね、指さすの分かるんですよね。頑張って。滑るね、このノーズワークマットね。だいぶボロボロだけど23回洗ってるし、結構干したりもしてるから長持ちしてるね。さあ、見つけろ、でんすけ。どこだ。ここだよ、ここ。あ、見つけた。2枚目いけ。うえ、上手。じゃあ今度3つぐらい同時にやっちゃおうかな。いくよ、でんさん、いくよ。ほい、ここと ここのペラペラのとこと。あ、見つけちゃった。目視。あ、ちょっと見た目で、ちょっと見て。見つけたら意味ないじゃん。ノーズワークマットは何でしたっけ。この鼻をクンクンするっていう作業がワンちゃんにとって大変いいことで、本当に散歩同等ぐらいのカロリー消費にもなるらしいと諸説ありですが、一説によると本当に散歩ができない時はこれを10分やるだけでもストレス解消にもなるし、あと自信がつく。何かを見つけたっていう、自分で物を見つけたっていう自信がつく。なんか犬のうつ病のトレーニングとかでも使われてたりとか、あとは本当鼻をクンカクンカするのが非常に運動になるっていうので、脳の勉強にもなるし、知育にもなるしみたいな、かなりいいこと尽くしなんですよね、ノーズワークマットね。ちょっとボロボロになってきたから、これを機会に新しいの買ってもいいかなと思うんですけど、かなりいいやつなので、うちは定期的に僕が暇な時とか、あとちょっと雨が散歩行けない時とか、そういう時よくやってますね。あ、もうなくなった。よし、じゃあネクスト行くよ。バレるんだよな。俺の動きでバレるんだよな。そこ賢いよな。ちょっと、てんちゃん、俺の手を追っかけてもダメ。嗅いで。俺が下手くそなのか。でんすけの見てないところ。いいよ、見つけた？あるよ。ああ、いいね。いいよ、上手だよ。探して。見つけたよ、いいよ。もっと向こう、後ろ。あっち。ちょっと目視しないで。ちょっともはや俺の手から食べてよ。ちょっとカメラ持ちながらだとうまく隠せないな。でんさんにバレるな。よし、ここ。さあ、ここを見つけることができるか。ここです。このピンクのところです。さあ、探せ。あれよ。惜しい。見つけた。素晴らしいね。やっぱほんと、あら。どうだ、終わったか。探してみるか。あ、でんちゃん、ここにあるよ。ここ。そこじゃない。紫じゃないよ。こんな。あ、紫だった。素晴らしい。すごいね。もうないかな。オッケーだね。はい、終了。パフパフパフ。さあ、というわけで、今日は久々にノーズワークマットしてもらいました。今、カットしてだけど、10分、15分ぐらい、ゆっくり、10分ぐらいかな、やりまして、これだけでもね、やらないよりはね、多少なりとでんすけさんのストレスとか、お散歩に行けない日が、多少なりとね、でんすけさんのお散歩に行けないストレスが少しでも改善されるのかな、あ、もうないよ、もうないよ。されるのかなと思いまして、もしノーズワークマットを持ってなかったら、これ本当に Amazon とかでこれで1300円ぐらい、1400円ぐらいだったかな。すごい安いんですよ。本当900円台とかでもあったり、いろんな形とかいろんな大きさのノーズワークマットがあるので、ぜひぜひ皆さんもこれ本当に素晴らしいアイテムなのでね、使ってみてください。またなんかチークグロン買ってみようかな、近いうち。はい、というわけで、でんすけさん、はーい、ご視聴、でんすけさん、でんすけ、はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。もうおやつ持ってないから。ご視聴ありがとうございました。